くまちです。今日はですね、えー、管理画面の中にマニュアルがあると便利ですよっていうお話をさせていただきます。で、実際ですね、えー、今画面に映ってるこういうヘルプデスクマニュアルっていうものをですね、う、え、ち、ー、で作成させていただいているわけなんですけども、えー いろんなテーマあるんですけども、本当ですね、こういうマニュアルの存在がですね、サイトに行けばあるんですけども、管理画面の中にはあるものはほとんどないんですよね。で、えー、有料テーマとか見渡してもですね、ほとんどないですよね。で、えー うちの熊マハチラボで、えー、パッケージ販売させていただいているキットの中には、必ず、あのー、そういう、えー、管理画面の中に、あのー、先ほど見せたですね、こういうマニュアルを、えー、もう管理画面だけでできるように、設定させていただいてます。で、実際ね、あのー、 見ていただいた方がいいかなと思いまして、えー、これよく使ってるサイトなんですけども、えー、こういう形で組み込んでます。で、まだちょっと足りない部分もあるんですけども、えー、こういう形で私の YouTube なんかもこういう風に見ていただけるようにさせていただいてます。で、もう一個サポートの方に行きますとですね、 えー、こういう形で、えー、ここから、あのー、ズームサポートの、えー、入り口に、えー、行くことができます。で、えー、サポートを受ける方法ですね。ここで見ていただきます。で、項目別にですね、こうやって、あのー、分けてるんですよね。 で、えー、だいたいえー、ライトニングを、あの、パッケージの中で、えー、テーマとして選ばせていただいてますので、えー、基本的にはライトニングのカスタマイズ中心に、えー、いろんなプラグインの、えー、使い方ですとか、あの、そういったことをですね、あの、ずっとリンクさせていただいている状態で、 えー、あとですね、えー、便利なツールへの,あのリンクなんかもですね、こちらの方に、えー、全部リンクさせていただいております。で、そうすることでですね、書、え、き、ー、画面を開いていただいたら、あのすぐにあの探さなくても、ここを見ていただければ、あの見に行っていただける。 そういうあのツールにさせていただいております。なのでですね、あの、他社のパッケージなんかに比べてですね、あの、非常に、あの、便利な状態になっていると、あの、確信して、 いるんですけども、ええー、こういうツールをですね、あの、使っていただければ、ええー、皆さんもですね、まず迷うことがないんじゃないかなと思っております。こういうですね、あの、マニュアル、あの、ぜひ、あるものを活用していただければと思います。 もうわからない場合はですね、ここで見ていただければですね、ライトニングの基本動作、あのー、すべてリンク貼ってますので、えー、全部見ていただけるんですよね。で、逆にここにないよという場合はですね、えー、申し訳ないですが、あのー、通常のユーザーレベルの一挙、えー、をちょっと超えてますので、 えー、そういった場合は優勝サポートになるかなというようなところなんですよね。で、えー、ライトニングに関してはですね、いろいろ、あのー、クマ8ラボの方でも、えー、カスタマイズさせていただいてますので、えー、どういうふうに、えー、使っていけばいいかっていう部分ですね、あのー、いろいろアドバイスさせていただくことも非常に多いです。 ただ、えー、こういうマニュアルがですね、えー、管理画面の中から簡単にあの見に行ける。こういうあの強みになっているっていうふうにですね、えー、私どもは思ってますので、えー、ぜひこういうマニュアルのあるものをですね、チョイスしていただければ、えー、困ることもないのかなと思っております。 今回、えー、説明した、えー、記事についてはですね、YouTube 詳細より、えー、見ていただくことが可能になっています。ご視聴ありがとうございます。YouTube のチャンネル登録よろしくお願いいたします。